はい、こんにちは、116ウィンズです。つい2日前に、ムーキーベッツのトレードがいろいろと報道され始めて、で前田健太もトレードされたというところで、日本でも報道を結構されたと思うんですけれど、で私自身もですね、すごいトレードだなと思って、早速動画を上げたんですけれど、ただ動画を上げてもうだいたい48時間ぐらい経ったんですけれど、ちょっと未だにですねトレードの正式発表がなされていないんですね。普通のトレードであれば割とこう報道が出て、本当に1日2日も経てば正式発表が球団からされることが多いんですけれど、このトレードに関しては未だに正式発表がされていないところで、でなんで正式発表されていないんだろうなっていうのを調べていたらですね、どうも選手の状態を懸念しているチームがあるらしくてですね、それでちょっとトレードの発表が遅れているみたいなんですけれども、もしかしたらですね場合によってはトレードの内容すら変わってしまう可能性もどうもあるみたいですので、今回の動画ではトレードの阻害要因になっているものは何なのかというところを話していこうかなと思います。はい、そして今回のトレードの正式発表が遅れている理由として挙げられるのが、レッドソックスが獲得するブルスダル・グラテロルの状態に、レッドソックス側がちょっと懸念を示したというところが挙げられます。グラテロルはですね、非常にボールも速くて今後楽しみな投手ではあるんですけれど、マイナー時代にはトミー・ジョン手術を受けたこともありますし、また昨年もですね肩を痛めたこともあったりですね、何かと怪我というところにちょっと問題のある選手ではあって、でレッドソックス側もですね今回彼のメディカルレコードを見たところ、ちょっとグラテロルをこのまま先発として使っていくにはどうも厳しいんじゃないかという判断を下したみたいですね。先発として投げるのであれば今後年間150イニングから170イニングぐらいは投げないといけないところではあるんですけれど、ただ現状のグラテロルの健康状態を考えると今後先発としてやるよりもどっちかっていうとリリーフになるんじゃないかというところをどうもレッドソックス側は判断したみたいですね。そうなるとエースポテンシャルを持っているからグラテロルとあとはドジャースからバーデューゴというパッケージで今回ベッツとプライスをトレードしたのに、その肝心のグラテロルがエースではなくてリリーフになってしまうとなれば、当然ですねレッドソックス側としてはもっとこう見返りが欲しいわけですよね。ですのでレッドソックス側は現状グラテロルにさらにプラスアルファで何か要求しているみたいなんですけれど、ただですね現状はそのドジャースは絡まずにですねレッドソックスとツインズ間で最終的なレッドソックス側の見返りをどうするのかというところを検討しているみたいですね。でレッドソックスが投手の状態にそこまでこだわる理由が、過去に投手のメディカルチェックで苦い思いをしているからなんですね。それが2016年7月にレッドソックスはパドレスからトレードでドリュー・ポメランツというピッチャーを獲得しているんですね。で見返りとして当時結構なプロスペクトだったアンダーソン・エスピノーザというピッチャーをレッドソックスは放出しているんですけれど、ただこのトレードでですねパドレス側がポメランツの肘の治療に関する情報を意図的に隠していたんですね。でメジャーリーグでは選手の治療に関する情報っていうのは一元化されていて、どの球団でも見られるようにはなっているんですけれど、ただパドレス側がその情報を意図的に操作して他の球団ではこのポメランツの肘の治療っていうのは全く知れないような状態にしていたんですね。でこの件でパドレスのジェネラルマネージャーである AJプレラーは30日間の禁止処分を受けたんですけれど、ただレッドソックス側からすれば傷物の投手を半ば押し付けられたような形のトレードになってしまったわけですね。おそらくこういった過去もあって今回のグラテロルに関してもレッドソックス側としてはかなり慎重に、彼の体の状態っていうのをおそらくチェックしているんだとは思うんですけれど、でしかも今回のトレードはやっぱりスーパースターであるムーキー・ベッツをトレードしてまで、グラテロルを獲得するわけですから、なおさら慎重になっていると思うんですね。ただ今回のグラテロルの一件でトレード自体が白紙に戻るのかと言われると、おそらくそうはならないと考えています。アメリカの報道なんか見ますと、おそらくレッドソックスへの見返りを増やしてトレード自体は成立するんじゃないかと言われてますし、レッドソックス側への見返りを増やすといってもおそらく金銭か、あるいはそこまで有望じゃないプロスペクトを一人追加するくらいかって言われてますので、おそらくそれで十分成立するんだろうなという状況にはあるんだと思います。やはりレッドソックス側としても今回のトレードはやっぱり何としてでも成立させたいはずなんですね。ムーキー・ベッツも
FA まで残り1年というところで、まあ、彼がレッドソックスとの長期契約に応じる可能性っていうのもほぼゼロに等しいですし、またデイビッド・プライスの契約というのもレッドソックスとしては早くなんとか勝利をしたいと思っているはずなので、まあ、レッドソックス側の見返りがそこまで増えなくてもトレード自体は成立するんじゃないかなというところは個人的には思いますね。で、レッドソックス側が早くこう、まあ、納得しない限り、まあ、三角トレードが成立しないのも当然そうなんですけれど、ドジャースとエンゼルスのピーダーソンが動くトレード自体も成立しないわけですよね。そういうこともあって非常に影響範囲が大きいんですけれど、まあ、ただですね、大型トレードにはやっぱこういった遅延っていうのはつきものなんですね。6年前にマット・ケンプがパドレスにトレードされた時も、まあ発表まで1週間ぐらいかかったこともありましたし、やっぱりどうしても絡む選手だったり絡むチームが多いというところもあって、まあなかなかこううまくはことが運ばないというか、まあ少し時間がかかる部分もありますので、まあ特に焦らずにですね、まあじっくりとトレードの正式発表を待とうかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。